小さくても大きな反応。社会学者マーヴィン・ウォルフガングは1948年から1952年の間アメリカで起きた588件の殺人に関する調査研究を行いました。彼はフィラデルフィア警察の協力を得てそれぞれの捜査資料と裁判資料をもとに殺人に至ったその原因分析を試みたのです。 その結果分かったことは、金銭トラブル、殺意ある犯行による殺人が全体に占める割合は、共に10%台であったのに対し、断トツに高い動機が別にあることが明らかになった。それは、皆が脳裏に描くようなドラマチックなものではなく、ごくありふれた些細なことに起因する口論、侮辱、呪いの言葉、推し問答など、全体の35%でした。 視聴者受けする報道番組のような人を殺さなければ解決しない重大事件そんな匂いは全くない些細な口論どこにでもある障子だったのです違う話をもう一つ気象学者エドワード・ローレンツが1963年に書いた論文の中に通称バタフライ効果というものがあります言葉そのものの由来は彼の講演 予測可能性ブラジルで一匹の蝶が羽ばたくとテキサスで大竜巻が起こるかを聞いた他の学者が命名したのが始まりと言います彼の説では大竜巻と呼ばれるものであってもその始まりはほんのわずかな気圧変化なのだという一匹の蝶が羽を広げて飛ぶその微細な気圧変化の誤差がその後1日二日2日 3日と経つにつれて拡大して気象まで影響するようになるそうなると2週間後にはとんでもない天気になる可能性があるというわけ元を正せばちょっとしたきっかけに過ぎない出来事が雪だるま式に大きくなって現れる身の回りで起こっていることというのはえてして小さなことにルーツがあるものです環境ホルモンそれは 私たちの体に対してごく少ない量でも影響するという内分泌かく乱物質を指します。一般的に環境中に存在する化学物質のうち生体にホルモン様作用を起こすあるいは逆にホルモン作用を阻害するものの総称とされます。分子構造が特定されるにつれ生殖機能や生殖器に異常が生じることが疑われ その名が知られるようになりました。これらの特徴的な点は 1g の ppm100 万分の 1ppb10 億分の1という単位で作用するということです。髪の毛1本がおよそ 0.001g ですからその1000分の1から100万分の1の量です。毎日の生活の中で知らない間に忍び寄る怖い存在と言えます。 電子レンジや原子爆弾にしても反応している電子陽子中性子は極微な世界ですコンピューターの演算装置も周波数が小さくなるほど処理スピードが速くなります極微から極大への世界それぞれ連鎖する過程があって終局的に大きくなるどのような結果にも原因がありその始まりの最初は るるに足らなないほど小さなことである場合が多いのです。官能の極地は極めて低いおよそ200年前ドイツ人医師であったダームウェル・ハーネマン1755-1843は従来の医療とは似つかないホメオパシー医学を築きましたホメオは古代ギリシャ語のホモイオス同種のパシーはパソス苦痛や病気という言葉に由来していて 日本語では同種療法と訳されています症状を起こすものは同時にその症状を取り去るものになるというのがホメオパシーの根本原則になっていて症状を敵と捉えないという意味では漢方薬などとも似た考え方になっていますホメオパシー処方の基本原理は2つだけ1ある症状で苦しんでいる人に健康な人に与えた時に 同じような症状を示すレメディホメオパシーの薬を投与して治療する。2最小限度で効果的な投与を行う。この最小限度というのが極めて小さい。レメディを真水で薄めたもの、実際は糖などで固形化するを使うのですが、薄め方が半端じゃない。公開されている情報によると、急性症状には低ポテンシー 3X と 6x、慢性症状には中ポテンシー 9x から 200x、体質性症状には高ポテンシー 200x からとあり、x は10倍法という意味で使っているため、例えば 3x とは1000倍に、200x とは10倍に薄める作業を200回繰り返したものという意味になります。私たちは、高校科学でアボガドロ定数というのを習います。 分子量1モルに含まれる分子など構成要素の数です。その数は約 6.02×1023 なのですが、後ろの掛け数は10倍を23回繰り返すということです。そうすると、ホメオパシーのレメディで 24x 以上の薄め方をしたものは分子が一つもないことになります。ホメオパシー医学を継承している一派は、 24回以上希釈する処方をウルトラ分子と呼び実際に使っているそうですここまで来ると物質性はないのだからおよそ非科学の世界ですしかしイギリスではホメオパシーは一部で保険適用になっていますし過去にはドイツでもそうであったらしいアメリカでは150年ほど前に近代医学との激烈な論争がありました 何よりも200年も経っていながら今でも世界中で数百万人の利用者がいるということを考え合わせると根拠に乏しいからと簡単に切り捨てるわけにもいきません別なデータですが日本人には漢方薬でも少ない量の方が SOD 様活性アスタリスク1が高くよく聞くと言います全人的医学へ岩波書店より よく考えてみれば麻薬や覚醒剤でも吸入している量は測れないぐらいの小さな重さですが人体のみならず社会にもその影響は大です。ホメオパシーの処方内容については触れませんが一つだけはっきり言えることは体が異物に対して感応する極値は極めて低いということでしょう。 アススタリスク1活性酸素を除去する酵素であるスーパーオキシドディスムターゼの略。